まあ、こんなことで、なんか、急ぎたくもないけどな。それはなんか違うんじゃないの。まあ、言い争い。ちょっとうまくいかない日だったね。あるある。そういう日もあるもん。しょうがないよね。お互い、ごめんとは思ってんだ。な。で、なんか色が透明になっていくのが、切ないね。よかったよかった。そんなに山じゃないよね。何か致命的なことがない限りは。色が戻ったね。よかったよかった。いやー、そっちが青で、そっちがピンクなんだ。なんかイメージ的には逆でしたね。言い負かされる。そういう実績か。まあ、6ヶ月後です。同居。まあ、ついに本格的にようやく始まったわけやな。さあ、何が入ってんのかな。荷造りというかしてきたわけで。おー。お互いの靴とか。うさぎのスリッパがある。かわいいね、あれ。ちょっと置けなくないこれ。どこ置きゃいいのこれ。どこ置きゃいいのこれ。全部置く必要はないよな。で、これがキッチンね。何これ考えんの？違う。俺だったらどうするかみたいな。七味パウダーみたいな。なんだよそれ。こういうのを考えさせられちゃうか。ちょっとごめん、中身どれが出るかわかんないけど。なんとなく、こういうのはね、なんか実用的に、使えそうなものをさ、ちょっと置いたりして。ジャムは朝で使うから、ちょっとこういうチリソース、辛いめのチリソース系入れて、ポットもあるし、これなんだ？これ何？トースターか！トースターはシナジーあるな。ちょっと待って。でもこれ炊飯器か。待って。違う？どうすりゃいいんだろうこれ。難しいな。下にもあるわ。色が違う。ごめん、ちょっと、全部が全部は分かってなかったけど。俺が決めちゃっていいのこれ。おい。ちょっと散らかってるあたり、なんか性格が。それだけでいいんか。片付けたかったな。お互いのそのぴっちりしたとことに、ガサツな感じが出てる。何これ。これ、いやー、これはいいな、俺。難しいな。いやー、これは絶対必要で。で、本が多すぎんだよな。で、ガスコンロがある。ガスコンロあそこ置いたらまずいやろ。スケボー。置けないのか。余った本を置いて、スケボーを置いたりして、ちょっとお互いのあれ、これは必要でしょ。必要だけどごめん、これ、難しいわ。母親との写真も大事だからさ。わかった。難しいな。どうすればいいんだろう。でも写真2個か。でもフローレンスとの共有、フローレンスとクリシとの共有だから。一旦これで、スケボーはね、一旦置いとかして、ちょっと。かさばるからさ、あれはさ。絵も。バイオリンとね、蝶の絵が飾ってありますけど。こんな感じで。ミュージックアカデミーの。そっか。まあ、通ってるもんね。行ってらっしゃいか？ただいまか？ただいまだ。プレゼント。何これ。おい、応援してくれてんじゃん。応援してくれてんじゃんね。もう、お互いそういうとこよ。シンプル嬉しいだろ、こんなんね。白黒の画面でこれってなかなか。こういう時色合いがバーってつくのかと思ったら。リアルですね。7時15分。起きれんの？起きれる、ちゃんと。さあ、トースターと、いちごジャムですね。なんかこういう食べてる描写結構好きかも。
おい、耳、耳残すんじゃないよ。おい、こら。おい、耳もちゃんと食べろ。焦げてたのかな。焦げてたんだったらしょうがないな。あー、 SNS の時間から彼氏とのチャットに変わっちゃってんじゃんね。この量の絵文字でチャットするのも珍しいけどな。早い、押すまでもない。うわー、彩りが出て仕事も順調。そういう感じよね。彼氏と共同で作ったりね。あ、振りすぎない。料理も美味しく出来上がっちゃって、フローレンスの人生は、もうまさに今、順調そのものと言える。さあ、本日描いた絵は？あ、まあ、クリシやろうね。色鉛筆というか、色も、ね、鮮やかな感じで、上達していくわけですよ。そして今日もお休みと。いやー、もう、何も言うことはない、とりあえずは。日常。1年後だ。1年後まで来ちゃった。さあ、どうなるか。1年もしたら、まあ、その慣れがゆえに何かいろいろ変わるものはありますよ。ははっ。もうお互いこういうのももう慣れっこよね。もうね。ミュージックアカデミー。これはどういう心境なんだろうね。73.3% がめちゃくちゃ、終わっちゃった。あるわけだけど。おぉ。美しい音色は奏でられているようだ。これが一番課題なんだよね。俺は切るよ。あー、くそ、厳しいんだな。娘思いとも言えるけど。毎回母さんは何してんだろうな。うん、分かってる。私の彼氏を見つけなくてもこれか。え、てかあれか、お母さんには言ってないのかな。今同僚というか、その同棲してるって。どうなんだろう。クリシケは平気そうだけど、フローレンスキーはそうでもないよな。あー。めちゃくちゃ日常。おい、耳食え。耳もうめえぞ。まあ食べたって証で、あえてそうしてんだろうけど。でもお互い距離は結構近いままだね。夫婦になっていく過程としては、もう嫌な二文字。衰退からいい方向へ想像できるとは到底思いません。あー、また時間経過だ。やだ、俺これ。進めたくない、俺これ。マジで進めたくない。衰退っていう二文字で進めることの恐怖、やめてくれ、マジで。まあ、めちゃくちゃ初めね。まあ、付き合いたてほやほやのラブラブな感じ。というか、なんか画角がちょっと引いてきている。で、まあ、同棲して、まあ、お互いに落ち着いてきた関係になってきたわけだよね。そう。あ、その描写は良くないね。これは良くないね。スマホを触るっていうことは良くないよね。なんとなく関心が、互いの関心がちょっと、薄れてきたのかな。で、こっちは順調なんだよ。夢は、うわぁ。なんか、色合いが薄れている。あ、いい音色が出ないってことか。なんか、今日調子悪いな。いや、最近調子悪いなっていう。そういうことかな。どうなんだ、そっちは。フローレンス。
お前は書いてるのか？あー、書いてない。仕事に追われちゃって忙しいのか。いや、そっちだろ。興味失せてはいないんだよ。ちょっと私生活が忙しくて乱れちゃった部分があるというか、そういうことなんだと思う。喧嘩が始まりますよ。チャプター14のまま行くんだ。お互いの生活で思うこともあります。なんか本当に些細なことなんだよ、こういうのって。でもお互いにまだ皿掃除してるだけ偉いなとは思う。なんかちょっとそれやってくんないとか、ちょっと増えてるね。早い、レスポンスが早いな。こい、気が強いんだね。結構思ったこと結構ズバズバ言えるタイプなんだよ。ああそうだよね。早いな。あー、ちょっと前の時の付き合いでてほやほやの時の、あのスーパーの時の口喧嘩とはちょっと違うね。これはお互いに過ごしたが、お互いに過ごしてきて分かったことがあるがゆえに、まあそのこうなることもあるというか、いわゆる短所というか、そういう部分もね見えてきちゃってるというかね。あー、音がそう主張している。感情が乱れている。お互いにそういうのがあったんだよ。なんか俺はお互いにバランス取ろあんま互いが互いを言いまかすのはあまり好きじゃない、好きじゃないというか、これは辛いなぁ。いや、あったんだよな、不満がな。しょうがないんだけど、ちょっと大きめの傷だね、これはね。今やってしまったとは思ってんだね。お互いやっぱそういう自責の心というか、そういうのはちゃんと守ってるようで。ああ、それをピースでやるんだ。なるほど。ちょっと待ってね。ああ、合わない、ピースが合わない。ちょっと思ったんだよ今。うわー、合わないことで、いい演出、悲しい。でも本当に悲しい。いやー、色合いもただの白黒ではないね。色味が失われている感じが。うわー、多いなー。難しくね、これ合わすの難しくね。あー、なんかどっか行っちゃうよ。むずくね、難しいよこれ。行っちゃうって、どうすりゃいいのこれ。ちょっと待って、あー、心の乱れが出ちゃってるよ。難しいよこれ。合ってんのかなこれ。あの、外にはどかせねえ。成功するまでやんのこれ、この動くパーツの中で。それきつくね。あ、でもなんとなくなんかパーツが割れてる。これは合ってる。むずい。ちょっと待って、これ時間かかるわ。ちょっと待ってね、カットするわ多分。むずい、動くのやばいって。ちょっと待って、待って見えてきたかも。これだけは自力だね。いったろこれ。よし、やっといった。離れ離れになった二人をくっつけるの大変だったよ。どう？ああ、ダメ！ダメだ。好転してねえわ。雨降ってるし。オーマイガー！これどっちが引っ越しすんのこれ。え？え？わかんない。これ彼氏側の？なんでこんな残酷なことさせんだよ。やだ！傘一本は持ってけ。お前、傘一本は持ってけ。じゃあこんな感じ？
これはクリッシュ側でいいんだよね。持ってくもんある？これなんかある？クリッシュが好きそうなもの。もうちょっとこれはあと、うん、引っ越した後で揃えろ。引っ越したことを賛成すんのもあまりだけど、ガスコンロここに置いてるし、本棚の上にガスコンロを置く家庭はないぜ。なかなかしまうのか。ああ、そんな気がしたよ。今しまわされんだなって思ったわ。これはどう、何が正解だったんだろうな。こうなることもあるというか、一時の迷いではないんだろうな。おい、それはダメだろお前。そこまでやる？そんなにやらせる？重い。写真も選べねえ。ああもう本当に断捨離しに行ってるというか、思い出まで消しに行ったらさ、なくなっちゃうよ。気づき上げてきたものがさ。断片どうなっちまうんだい。え、何、なんで崩さなきゃいけないの。うわー、嘘、ホラーゲームより嫌だよ俺これ。残しとけよパーツ、せめて。また復縁するかもしれないじゃないですか。他に彼氏ができたとかいう理由でもねえんならそれでいいじゃねえかよ。パーツの切り方もちょっと雑だしよ。時を進めるよ。あ、何してんだ俺は。外にいる。ああ、違う、思い出の場所に行った時に、おい、見てんじゃねえかよ。隣にいたんだろ、クリッシュの。後が。べえ、枕残してんじゃん。さすがに未練ないわ。なかったか。まあ、ちょっと安心したっちゃ安心したよ。正直ね。母さん。さすがに。母さん心配かけてくれてよかったよ。手放す。バイオリンの音も、バイオリンでいいのかな。いやー、きつい描写だな。でも道を違えたわけじゃない。あ、止まった。おい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 、止まれんじゃん。止まれんだって。手放すじゃないんだよ。くそ。離れるまでダメなのかこれ。結構抵抗したのに俺。まあこのままじゃ正直無理か。もう一回だけ思い出せ。ダメだ、ダメだ。なんて残酷な描写なんすか。どうしてんだろう今。向こうも多分うまくいってないんだろうな。仕事とかさ、プライベートとか。あんな感じじゃない？フロレンスと同じで。隣を向いてもいないんだって。実感するんだよ、しばらくは。当たり前だったものが、そうじゃなくなってるわけだからね。すぐに元に戻れるとは思えないね。起きるしかないっすよ。なんだこれ？どうすりゃいいのこれ？連打？ね、目覚めるって何？夢の中ってこと？朝なのかい？夜中にお目覚めちまったか？引っ張り出した！引
張り出したよ。フローレンスどうするのそれ。夢だったんでしょ？夢なんでしょ？お！書いてみようかなとはなるんだ。まだ、いやーでもこれが偉いよな。こんなし、こんな、もう気持ちが落ち込んでる中で。逆にそれが、それが救いになったんか。彼女の心の隙間を埋める。ああ。自分なりの立ち直り方を。おお、髪型もめちゃくちゃ変わってる。ああ、自分の彩りが。いいな、自分の家がその、自信のある自分の作品で埋まっていくって素晴らしいことだと思うわ。おお、それはそれで次の人生歩んでる、歩んでるわ。ちゃんと、おお、しかも母親と、母親とも仲もいいというか、ええ、すげえ、おいおいおい、歩んじゃってんじゃん。成功し、おお、俺もリツイートさせ、リポストリツイートさせろ。業績も、もう右肩上がり。デザイナーか、めちゃくちゃ調子がいいじゃん。素晴らしい。おー、業績もバッチリ。やっぱ一歩踏み出すことが大事なんだよ。踏ん切りをつける。なるほどね。おー、頑張ってくださいだって。え、なにこれ。踏ん切りをつけるってどういうこと？どういう目的これは。余計なものは、入れておくみたいな。なんかどうしよう。これは頑張って、なんか大事な時に見えるもので。どういう予算だろうこれ、ちょっとわかんない、俺。あ、全部入れるってこと？踏ん切りをつけるとは、どういうことなんでしょう。あ！おい、憎いことさせんなよ！どうすんだ？フローレンス、どうすんの、それ。破る？よかった、破らなくて。あくまで大事な思い出としてね。持っておくわけだ。心なしか彼女も相当笑顔だった。吹っ切れたんだ。進んでんだよ。痛みを乗り越えて。あー。いい笑顔じゃん。はい、チーズ。エンディングっぽく見えるけど違うのかな。え？自分の作品展みたいなの作ったってこと？めちゃくちゃすごいじゃん。この人は誰？ちょっと。いやー、見ていきますか。おー、なんか、あれじゃん。著名人。そこの絵のね、著名人かなんかにも認知されちゃってるってわけだよね。お、フローレンスすげえな。ここまでできて。おお、ペットも飼ってるね。ああ、鏡に映った自分の人生、歩んできた道筋。最高に輝いてるわ。終わり？そう
いお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 い。おいおい、めちゃくちゃ素晴らしいじゃねえか。こんな落ちとは思わなかった、俺でも。立ち直りエンドか、俺復縁すんのかと思った、正直。違ったわ。安直にそのこと考えて、ちょっと、もうもはやごめんなさいというレベルだな。いやー、演出の一つ一つがもう非常にオシャレというかね。いやー、ちょっとすいません、作者の名前ちょっと覚えてなくて本当に申し訳ないんだけど。いやー、なんか、その操作させるね、その難易度とか、そういうのも込みでね、非常にいい。秀逸、非常に一つ一つが。非常にって何回言うんだ、俺。で、音楽がマジでオシャレだな。で、ほとんどの曲にバイオリンが入ってんのがね、あれなんすよね。どうしてもクリッシュを意識させるというか、サムライ、パンク。合ってるかな？読み方は間違ったら恥ずかしい。あー、これ動かせんのかな？あ、え、まさかの動かせる。止まっちゃった。あ、止まっちゃった。プレデスターのみんな。おお、動かせんのか。ここすらもチェックあるとはやるね。気なことするじゃん。プレイしていただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本当に。マウンテンゲームスさんっぽいよね。ギャラリーちょっと見てみるか。おお、おお、いい。これあんまり見せすぎんのも良くない気がしてきたね。あ、同時に気になったやつ何枚かだけ見よっか。初期のキャラクターと、あ、そうだったんだ。一応あの、ないとは思うけど、他のストーリーとかエンディングが、分岐があるかどうかだけ調べていいですか？ちょっと調べますね。エンディングの分岐はなさそうです。まあこれに、フローレンスが決めたこの物語にエンディングの分岐を求めるのはちょっと、酷なことだったけど、もしかしたら、クリシュとの復縁エンドがあるんじゃないかと思って、ちょっとそこだけはちょっとね、調べちゃった。でも取り逃しもないし、大丈夫そうっす。俺はこのゲームの全部を堪能したっぽいっす。いやーなんか、終わり方としてはちょっとなんかその、もやっと残るような、残る人もいると思うんだけど、俺はかなり、なんていうのかな、清涼感の方が強い、終わった後の。なんか、失恋しちゃった人とか、これから、まあ恋をしようとか、今付き合ってる彼氏彼女がいるとか、そういう人がいる、そういう人がいる人とかさ、夢がある人とかに、こういうのはね、いいなって思った。終わりじゃねえんだぞって。その一つ一つのその進んでいく過程が非常に、なんかね、アートだよね。もうこの二人の目指していたそのものだよな。絵と音楽。もうこの二つの素晴らしさを再認識するっていうゲームでもあった。今は時刻は3時40分ぐらいなんだけど、ちょっと夜更かししちゃったけど、非常に良い夢が見れそうです。夢でね、音楽を聴きながら飛んでいけそうなんで、このまま飛んでいこうと思います。それでは、おやすみなさい。そして、ありがとうございました。